YouTuber になるらしいですよ、うちの娘は。サブスクライブしてね。いや、だってまだチャンネルもないじゃん。今回のファーストデイは さあ、これバイク帰りました。じゃあちょっとじゃらんじゃらん行きましょう、バイクでな。レッツゴー。さあ、パンダワビーチの方に行ってみたいと思います。今、モーターバイク。ホテル作ってるね、これね。パンダは今ホテル建設中みたいね。これすごい。反対パンダは。あれ？これウェーブじゃない？さっきのとこ似てるよね。すごいね。お父さんサーフィンしたいんですけど。波ありますね。サーフィンしたいよ、せっかくだから。ボード持ってきてんだよ。だったらめっちゃ誰々といる。ねえ、お父のあのムービー撮るんだよ。嫌だ。たまにはちょっとはお前なんか仕事しろよ。見て。おお、左側に神様が。ワンサー。ワンサー。リーマー。リーマー。ナクラ。ナクラ。ナクラ？ナクラだって。なんか枕みたい。ここはマカンできるよ。オッケー。あれだ、メジャー？おー、オッケーオッケー。いやいやいや、気に入る。おー、バグ？これ、いいロケーションのとこ来ました。パンダワビーチ、美しいですね。サーフスポットです。サーファー3人入ってますね。ちょうど今パドルインしたところ、2人パドルしてますけど、これレフトが割れてるんですけど、そこがポイントですね。誰かサーフィンしてるよ。サーフィンしてる。3人4人ぐらい入ってるよね。うん、お父さんも後でサーフィンしてもいいですか？ダメ。はい。お前本当にお父の仕事分かってんのか、お前本当にね。はい、では初日ということで、まずは南から攻めるということでですね、パンダワビーチ、ムラスティビーチが最初行ったのね。あそこ一番南ということなんで、アメローラムラスティビーチ行って、まあ、宿を探して、まあ、本当に流れでね、なんだっけ、おちょサーフキャンプ、おちょサーフキャンプに、宿を取りまして、おと、これ買おう。でも、グリルコーン、もうメイがもうお腹すいたもん、流してて、もううるさい、触るな、お前、そこ、本当に。で、泣いたよ。あの、泣くほどお腹すいたって言って、もううるさいんで。まだ今何時？5時、6時になってないと思うんですけど、ご飯食べに来ました。ご飯はこのパンダワビーチっていうね、サーフポイントの目の前のこれワル、定食屋さんで、食事をとってます。グリルコーン、いいよ、頼んできな。流れでご飯食べて、ちょっとまだ帰るの早いよねってなって、さすがに5時に部屋帰ると長いんで、ちょっとあのバイクで探索しようっていう風になった流れで、プラウルワツ、ウルワツ寺院にやってきました。ここはね、モンキーすごいいっぱい。あ、モンキーもいるよね。で、あのケチャダンスが本当は有名なんだけど、もうよ4時半に終わっちゃったみたいです。で、もう一つ有名なのがあって、夕日ね、サンセットがめっちゃ有名なんで、モンキーやだ、モンキーやだ。ちょうどその時間帯に来ました。お、モンキーやめて。大丈夫よ。あ、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。気をつけてね。あ、これ貸してくれる？どうや
ってこれやんの？あー、ビサバントゥ？ビサバントゥ。ウルワツジーン、モンキージーン。ここのね、夕日が有名なのよ。でも人がいっぱいいるじゃん。グッドタイミングじゃないこれ。わあ、うおー、美しい。どうですか？だってめっちゃ綺麗じゃない？知ってる？海って上、ハイからジャンプしたらコンクリートみたいな。その話はいいよ、もう。全部 TikTok から。どうですか今回のファーストデイは？せっかくなんで、あそこの、ここですね、ここのプラまで歩いてみたいと思います。レッツゴー。リコーディングのタイムじゃないよ。分かった分かった。ここだったらサーフィンできるじゃん。あー、向こうからパドルしてくんだよ。 もうあっちの方からパドルしてくんだよ。絶対神様の家だと思うよ。マジか。さあ帰りましょう。すっげー蚊が半端じゃない。モンキー嫌いって言ってたじゃん今。違うだね。おお、気をつけてや。テルマカシや。いやいや、メガネ、ボシートね。いや、サンダル。サンダルさらに取られてたよ。マカシ。いやー、マカシや。あ、どうもどうも。大阪。取られたの急に？うん。びっくり。気をつけないと。よかったね、帰ってきてよかったね。